世界は変わろうとしている。新時代のモータースポーツ、 FIA フォーミュラ E チャンピオンシップ。より良い未来に向かって、クリーンエネルギーの電気を動力源とした次世代のチャンピオンシップである。2014年9月から2015年6月まで世界の10都市で開催。開幕戦は中国、北京。第2戦、マレーシア、プトラジャヤ。第3戦、香港。第4戦から舞台は南米に移り、ウルグアイ、プンタデルエステ。第5戦、アルゼンチン、ブエノスアイレス。後半戦に入り、第6戦、7戦はアメリカ・ロサンゼルス、そしてマイアミ。シーズンもいよいよ佳境を迎え、第8戦、モナコ・モンテカルロ。第9戦、ドイツ・ベルリン。最終戦はイギリス・ロンドンで行われる。まさに世界を横断する地球規模のビッグイベントである。レースは全て市街地で行われるのもフォーミュラ E の大きな特徴。最新のマシンが各国の街中を走行。目の前で繰り広げられるレースの臨場感は計り知れない。出場チームは世界から選ばれた10チーム。それぞれのチームが2台ずつ計20台でレースが行われ、獲得ポイントで年間王者を決める。日本からは F1 で世界を舞台に活躍した鈴木アグリ率いるチームスーパーアグリの参戦が決定。世界最速の栄冠を目指しフォーミュラ E に挑む。新しい時代への扉が開かれた時、フォーミュラ E という可能性は私たちに一体何を見せてくれるのか。